古賀財閥は、古川一米が設立した財閥、15大財閥の一つ。古賀財閥の源流は、1875年に創立された古賀本店に遡り、足尾銅山における鉱山開発事業の成功を経て、事業の多角化、近代化を強力に推進、一大コンセルンを形成した。しかし、第二次世界大戦敗戦後、 連合国軍最高司令官総司令部の指令により解体された。戦後は、小賀グループを称し、金属、電気、化学工業などを中心とした企業集団を形成、現在に至る。小賀財閥の主要な参加企業は、以下の通り、小賀工業、小賀電機工業、富士電機製造、富士通信機製造、横浜ゴム製造、旭電化工業、日本系金属、 帝国生命保険、小賀銀行、大西火災会場保険、小賀商事、日本農薬、関東電化工業、東亜ペイント、大日電線、日本電線など、また、戦後に設立された主要な小賀系企業として日本ゼオン、富士通ファナック、UACJ、小賀電池などが挙げられる。古川一米から1903年は、京都、岡崎の商家、木村家の次男、 木村美之助として生まれた。しかし、一衛が生まれた頃にはすでに実家は没落していたという。一衛は、デッチ暴行に出された後、貸金業を営んでいた叔父を手伝い、その知人である、古川太郎左衛門の養子となり、古川一衛と名乗る。太郎左衛門は、京都にある小野組の木糸買い付けを担っていたが、病気で倒れると、代わりに、一衛が小野組の使用人になり、その後、 キート輸出、米国取引、産紙などの取引で活躍。幕末期において水井組と並ぶ有力な小野組の糸点を預かる番頭にまでなった。また、1872年には、鉱山事業家、岡田平蔵と提携し、秋田県下の鉱山経営を行った。ところが、2年後に、岡田が死去。鉱材経営は、一米を通じて小野組が引き継ぐことになる。しかし、 1874年に小野組は破綻。翌1875年に独立し、小野組時代に手掛けていた、鉱山事業に自ら取り組むことになった。これが古賀財閥の始まりであり、今日の古賀機械金属の前身である。ところで、古川一衛がビジネスの基本を学んだ小野組とは、元は大見商人で陸地方の物産を京都、大阪の物産と交易していた。 後に事業を拡大し、明治維新の当時は、三井組、島田組と並ぶ、大金融業者であった。1868年、小野組は、三井組、島田組と共に、政府の交わせ方を命ぜられ、新政府の租税の収納、送付を取り扱った。小野組は、さらにキート貿易、政治、鉱山、米相場、油相場などへも進出し、 第一国立銀行を三井組と共に出資設立するに至った。しかし、事業拡大に伴う、法満経営と大蔵省交わせ方としての任務形態が主因で、大蔵省より閉店処分を受け、1874年に破綻。小野組の事業資金は、第一国立銀行からの借り入れで賄っていたから、第一国立銀行も共倒れする、可能性があった。そこで、 第一国立銀行総監役の渋沢栄一は、面識のあった一米に全省依頼。一米はこれに応じ、一米と小野組の所有する株式や、鉱山や、その建造物などの十分な担保を提供し、第一国立銀行の損失を2万円弱にとどめた。しかしその結果、一米は裸一貫となって小野組を去ることになる。渋沢栄一はこの時の一米の行動に感謝し、以来、 親密な関係となった。現在、渋沢倉庫が、小賀グループに属しているのには、このような経緯もある。古川一兵衛は、小野組時代から厚い信頼を得ていた第一、国立銀行頭取渋沢栄一の資金援助を得て独立。草草銅山、幸銅山、足尾銅山の経営に乗り出し、1882年に、足尾銅山において、大鉱脈を掘り当て、 そこからの増大する参道を、マジソン商会との有利な販売契約を締結することに成功し、多大な利益を上げた。さらに、一米は、足尾銅山の開発と並行して、その他の金山、銀山、銅山の経営にも積極的に乗り出し、特に、兄鉱山、院内鉱山を、公部省より譲り受け大胆な合理化と、技術的改良を行い、大きな成功を収めた。 その結果、1883年には、古川の産業量は日本一となり、少なくとも1907年までその地位を守り続け、銀の生産量においても日本全体の大きな比率を占めるに至った。一米が、兄鉱山、陰雷鉱山から得たものは、豊富な銅や銀だけでなく、工部省管轄の官営鉱山であったため、当時としては、最新鋭の外国製機械、 設備とともに、高度に教育された技術者を確保することができ、これらの技術者が後に、小賀計画鉱山を運営し、また古川の経営幹部に育ったのである。例えば、後に、小賀工業会社の理事長となる、近藤陸三郎は、工部大学校を卒業後、兄鉱山で技術者となっていたものである。また、日米は、日本の鉱山業の近代化に大きな貢献を果たした。 まず、1890年に日本初の水力発電所を足尾に建設し、鉱山経営のすべてにわたって電力利用による技術革新を行った。次に、大通道改削により、最高、排水、運搬の統一的創業による総合化を達成し、精錬について日本初の別島式天炉を採用した。一方、このような一連の鉱山や、 鉱山関連事業の発展の影の部分とも言える、足尾鉱毒事件で知られる、公害問題に対しても、真摯な対応による全哨を尽くした後、一米は1903年に微応没した。その間に、後の子賀グループの発展の元となる確固とした資本の蓄積が行われた。古川一米は、1875年に事業を始めるとき、家業と事業が身分離な、 小賀本店という組織で発足したが、1897年、二代目当主の古川純吉の強い主張に基づき、家業と事業を分離し、小賀本店を小賀工業事務所と改め、さらに一米が亡くなった後、1905年に小賀工業事務所を合名組織として、小賀工業会社が設立され、古川純吉が社長となり、他の社員は、古川虎之助、吉村万次郎、 原高氏木村長七であった。古川純吉は、陸津宗光の次男で、宗光が、小野組都展時代の古川一兵衛の人柄に、感服し、養子師とする約束をし、古川家に入った。古川虎之助は、一兵衛の実施長男であり、原高氏は、陸津宗光に再官を認められ、外務次官や停心大臣を歴任した政界の重鎮であるが、 古川淳吉の要請を受けて新会社に参加した木村長七は一米の小野組時代からの部下であった合名組織に改装後の小河工業会社は日露戦争から1905年後の世界的な同ブームに乗って好調に業績は推移し足尾銅山での相次ぐ不幸脈の発見もあり日露戦争後の教皇にもかかわらず着実な歩みを続け1911年に 商法の改正に伴い、小賀合名会社に改称した。この間、古川淳吉の病没の後、三代目当主の古川虎之助が社長となった。日露戦争後に発展したのは、山口喜三郎が中心になって進めていた工業から工業への事業展開であった。1906年、舗装発電所の竣工により、日光電気製造所において電気製造を開始し、製造を 振動、生鮮の一貫生産体制が整った。この頃から古川は関連事業部門への積極的な投資を始めた。1908年に横浜電線製造を関連会社化し、日本電線にも経営参加した。1914年に勃発した第一次世界大戦は日本に空前の公共をもたらし、重化学工業の形成、貿易の増大、 企業規模の拡大が行われた。古川の諸事業もこの対戦ブームを受けて規模を拡大し、それに伴う資金需要の増大に対処するために持ち株会社を設立し、小賀財閥を形成した。その手法は、1917年11月に小賀合名会社を合明会社小賀工業会社に解消し、営業部門を小賀商事として分離、独立させ、 他に新しく持ち株会社として、小賀合名会社を設立するという三者分立によった。旧、小賀合名会社の三者分立に先立ち1917年6月に、古川の諸事業の拡大に伴い増大する資金需要の解決を図るために、東京小賀銀行に、小賀銀行と会社現、水穂銀行が設立された。このことは、企業集団が拡大発展するためには、 古川家創業後の資本の蓄積と鉱山からの収益のみでは不十分で企業集団以外の一般公衆資本の調達が必要なことを如実に示している。古賀商事の設立は第一次世界大戦の軍事特需による古川の諸事業の発展と取扱い商品の多様化に伴い古賀合名会社の営業部という組織では対処できず営業部門を分離 独立させたことによる、古賀商事設立後、従来からの銅、電線、石炭に、鉄、鉛、亜鉛、鈴が加わり、さらに雑貨類にまで拡大された。この雑貨類のうち、大連出張所で取引が開始された、大豆、甘カスの扱いに、将来の問題の種が宿されていた。三者分立により設立された、合名会社古賀工業会社から、鉱山、 金属加工部門を引き継いだ小賀工業株式会社が設立された。小賀工業株式会社が設立された後の合名会社小賀工業会社は、1929年に合名会社小賀林業部を経て、現在の小賀林業に繋がっている。これら直系の小賀工業、小賀銀行、小賀商事、横浜電線製造などの合計会社をべて株式、会社化し、持ち株会社である。 古賀合名会社は、株式会社には転換せず、合名会社として、3加の株式会社化した、子会社群を持ち株により統括支配する、財閥体制が確立した。また、今日の古賀グループにおいても、グループ各社同士が互いに株式を相互保有している。その中心的な存在が、戦後の財閥解体以降に古賀グループの持ち株、会社的機能を引き継いだ、古賀機械金属である。 第一次世界大戦期から1918年の軍事特需の中で小賀商事は従来の取扱品を拡大し、朝鮮、台湾は元より欧米まで販売網を展開していたが、1920年の反動強行に見舞われ、商品価格の下落により大きな損害を被った。その上に大連出張所での満州特産品に絡む投機的な取引により多大な損失を被り、 小賀商事のみならず、小賀銀行、ひいては、小賀財閥全体を大きく揺るがすことになった。日本電線、日本電線製造の小賀財閥からの離脱も、その一例である。また、この大連事件で、古川の神戸船舶事務所が大幅な縮小を、迫られたことは、後の小賀財閥に大きな影響を与えた。というのは、第一次世界大戦後の海運ブームに際し、 小河合命会社が、山下汽船から譲り受けた3000トンの貨物船2隻、アメリカから輸入した8000トンの心臓貨物船、さらに心臓船3825トン貨物船を、合わせた車線席と、その他用船十数隻を用し、主に小河関係の輸出入品を取り扱い、帰りにには他社の貨物も積載して、アジア地域のみでなく据えず、欧米の航路においても活躍していたが、 大連事件と不況の煽りを受けて車線を転売、事務所を縮小した。もし、大連事件がなければ、当時、日本郵船、三井物産船舶部、山下機船など有力な海運会社にごして活躍していたことから、小賀財閥の海運事業の大きな発展が見られたかもしれないからである。小賀商事の査鉄がなければ、小賀財閥は、工業、製造業、流通業、 金融業の4分野のすべてに展開した総合財閥になれたものと考えられる。小賀商事そのものは1921年にわずか4年間の経営活動の後、小賀工業に吸収合併され消滅した。東京小賀銀行に小賀銀行と解消現、水保フィナンシャルグループは1917年に設立され、第一次世界大戦特需と小賀財閥参加企業の 好調な発展に支えられ、預金、貸し出しともに急成長した。事業の発展に伴い、長期的な工業金融を中心として、新宅業務の開始、外国為替業務の拡張、支店の増設などを目指していた。その時に発生したのが、小賀商事の大連事件であり、また、深刻な第一次世界大戦後の反動強行であった。大連事件の一時的な前後処理は、 なんとか乗り切ったが、その後、預金の大幅減少が続き、これも第一銀行の援助を受けながら、なんとかしのぐことができた。そして、強行鎮静後は、預金が増税に転じ、関東大震災の発生後も順調に回復した。しかし、その後、関東大震災に伴う震災手形処理問題の難航から、鈴木商店の破綻に代表される全国の銀行を、 巻き込んだ1927年の金融恐慌が発生し、引き続いて1929年の世界恐慌と、それに基づく翌年からの昭和恐慌により、預金が激減して、容易ならざる状況に直面した。この時、小賀財閥の幹部は、不足の事態を回避するために、むしろ進んで銀行閉鎖をすることが得策であるとの判断に立った。そして、 銀行業務としての遺憾について第一銀行と東京貯蓄銀行との合意を得て1931年に大倉大臣に解散認可願いを提出し認可された。この早い決断はその後の銀行の合同の嵐を見るにつけ不幸中の幸いであったと言える。これ以降、小賀財閥は産業を中心とした企業集団として活動していくことになった。小賀グループは 銀行系列としては、第一銀行系列に所属する、小賀グループと第一銀行の関係の歴史を、振り返ると、一下のように要約できる。第一銀行の前身である、第一国立銀行は1873年に、日本初の銀行として創立され、1875年に、渋沢栄一が、東取に就任し、換金水等の補改版銀行業務を取り扱った。 1874年、小野組の破綻により、第一国立銀行は経営危機に直面したが、前日のように、小野組で、商事部門を担当していた、古川一兵衛が進んで低等物件を提供するなどの誠実な態度によって、その危機を回避することができた。それ以降、渋沢栄一は、古川一兵衛との強い信頼関係を保ち、1875年に、 一米がほとんど無一文で、鉱山事業に取り組む際には、第一国立銀行から資金援助を惜しまず、さらに、足尾銅山の事業の経営に関し、自ら参加するまでになった。また、第一銀行は、1896年から始まる、足尾銅山の鉱毒予防工事に際して、小賀工業に巨額の工事費用を提供した。さらに、1917年創立の小賀銀行が、 小賀商事の旗にや、金融恐慌の影響を受けて苦境にあった折に、同行業務と、支店、従業員を引き継ぐなどの支援協力を行った。このような緊密な関係はその後も一貫し、小賀グループ各社と第一銀行は、幾多の試練を相互に援助しながら乗り越えて、互恵的パートナーシップ関係を維持し、今日に至っている。第一銀行は1971年に、 日本官僚銀行と合併し、第一官僚銀行となり、2002年には、第一官僚銀行、日本工業銀行、富士銀行が合併し、水保フィナンシャルグループが設立され、その参加の水保コーポレート銀行となったが、小賀山水会の理事会社として、小賀グループ各社の事業に深い理解と協力を提供している、第二次世界大戦の敗北に伴う連合国軍、 最高司令官総司令部の占領政策である経済民主化政策の三大柱は農地改革、労働改革、そして財閥解体であった。1945年に小賀工業、小賀電機工業、旭電化工業が指定会社となり、1946年に発足した持ち株会社整理委員会によって小賀財閥の解体作業が開始された。 GHQ による財閥の解体は、持ち株会社の解体、財閥家族の企業支配力の排除、株式所有の分散化の3つの柱からなっていた。持ち株会社の解体に関しては、小賀工業と小賀電機工業が、持ち株会社の指定を受けたが、純粋持ち株会社ではなかったために解散されることなく、持ち株会社整理委員会に、有価証券を譲渡し、 子会社との資本関係を解消した上で、企業再建整備法による再建の道を進み、1950年に小賀工業と小賀電気工業は共に制限会社の指定を解除された。朝日電化工業は、企業再建整備計画の認可条件を満たした1949年に、制限会社の指定を解除された。財閥家族の企業支配力の排除については、古川よりすみと、 中川末吉が指定され、両者の所有有価証券は持ち株、会社整理委員会に譲渡された。また、非指定者は会社役員への就任の制限措置が取られた。株式所有の分散化については、持ち株会社整理委員会が譲り受けた株式を1947年に設置された証券処理調整協議会を通じて公衆に売却することによって行われた。小賀財閥は、 上記の財閥解体処分により集中排除、企業再建整備の試練を経て、それぞれ独立の企業として再出発した。しかし、同じ小賀財閥の一員として成長、発展してきた同系企業相互の関係は、単に資本的、人的関係が立たれただけで崩れることはなかった。特に小賀財閥の場合は、非鉄金属、電気エレクトロニクス、 科学などの事業会社が中心となって、原料、製品面での関連が強く、それぞれが完全独立会社となってからも、協力関係が維持された。その端的な例として、1950年の日本ゼオンの創立にあたって、小賀電機工業、横浜ゴム、日本系金属の旧、小賀財閥三社の緊密な協力が行われたことにも、示されている。 小賀グループの再結集のテコの役割を果たしたのは、第一銀行による融資系列の形成であった。その基本的機能は、株式の相互持ち合いによる株主安定化である。1954年に、小賀グループに所属する、会員相互の親睦情報交換、協力、共同事業を行う、任意団体として、小賀三髄会が設立された。小賀三髄会の理事会社は10社で、 厚生会員は、理事会社の主要な、子会社、関連会社などからなっている。理事会社10社は、小垣械金属、小垣電機工業、富士電機、富士通、横浜モムアデカ、日本系金属、日本ゼオン、旭生命保険、水保コーポレート銀行で、特に、小垣金、小垣電工、富士電機、富士通の4社が、中核理事会社である。また、 小賀山水会という名称は、毎月第3水曜日に小賀グループの社長会が開催されることにちなむ。グループ会社数は550社。グループ従業員数は約27万人。グループメッセージは未来を開く。古川グループ事務局は東京丸の内の丸の内中通りビルディング。小賀機械金属のページに詳細が記されているためそちらを参照。小賀電機工業は、 1920年に小賀工業の工業部門、日光電気製造所、本所用道所と1908年以降に小賀財閥が資本参加していた横浜電線製造とが合体し、社名を小賀電気工業として設立された。小賀工業は1884年に本所用道所を設置、1906年には日光電気製造所を建設。 さらに1908年には横浜電線製造の経営権を掌握して、制度、振動、電線部門に格好たる地位を築き、その上この部門に関わる多くの合計企業を持っていたが、それは小賀工業が道を中心とした鉱山業から下流化工業へ進出する明確な経営戦略があったことに基づいている。小賀電工は1921年に 九州電線製造を九州合併し、1922年に横浜の電気製作所で電話機の生産を開始した。また、三菱工業と資本提携し、三菱工業が小賀電工の株式5万株を所有し、見返りに電線、振動部門は小賀電工に一任するというもので、これにより小賀電工の経営基盤は強固となった。 九州電線製造を吸収した後、小賀電工傘下の電線会社は、東京の日本電線と大阪の日本電線製造の2社であった。関東大震災の被災を免れた日本電線は、業務の拡張のため1923年に売額増資を起としたが、小賀合名会社と小賀電工の両社は合計で3938株しか応じることができず、そのために資本支配力が、 弱体化した。その他小賀財閥は前日の小賀商事、大連事件の余波を受けて、小賀銀行と小賀合名会社の日本電線などの、冒険会社に対する、金融的な援助が及ばなかったことがある。このような背景の下で、日本電線は、東京生線を吸収するなど、小賀電工と競合する、積極的な経営活動を行うに至り、1926年に、 その協約書が破棄され、日本電線は独自の道を歩むことになった。古賀合名会社から派遣されていた日本電線専務、崎山と太郎は協約書破棄の前年に、古賀合名会社を辞職し、その後、日本電線と大日日本電線の合併を推進し、戦術のように三菱電線工業の創設が行われた。古川一米の時代から古賀財閥の事業展開に、 関係の深いドイツのシーメンスと協力して電気機械器具の製造事業への進出計画が具体化したのは第一次世界大戦後の日本における電力事業の拡大と工場用動力の電化の著しい進展があった1919 19年である。それはドイツと日本の双方で始まった。提携交渉は順調に始まったが小賀財閥側では 古賀商事の破綻と日本における強行の深刻化があり、シーメンス側もインフレーション克服のための対外投資の禁止策などの制約が生じ、交渉は一時停滞した。その後、古賀合名会社に代わり、古賀電機工業がシーメンスとの交渉当事者となり、両者の提携に対する熱意が高まる中で、1923年に富士電機製造が設立された。 富士電気製造の富士とは古川の頭文字、ふとシーメンスの頭文字、字にちなんだものである。新会社の業務開始日の1923年9月1日に関東大震災が発生したが、幸い、東京の本社事務所は損傷なく、事業は東京シーメンス社から引き継がれた在庫品と受注算でつなぐことができた。しかし、川崎工場の建設は少し遅れ。 ようやく1925年からシーメンスの技術指導を得て品質の安定した製品を市場に供給し始め先行する芝浦製作所、日立製作所、三菱電機に次ぐ充電器メーカーへの道を着実に進んでいった。小賀電工は富士電気製造の設立の前からと横浜電線製造所内に電気製作所を設け電話機の製造を行っていた。小賀電工は 富士電気製造に電気製作所を現物出資する予定であったが、設備の評価額でシーメンスと意見が折り合わず、技術提携の対象から外れたが、関東大震災で電気製作所が消失したため改めて電話機事業が提携契約の対象に入れられるという権威があった。この時点で富士電気製造は充電及び弱電を持つ総合電気会社となった。弱電部門は、 1935年に富士通信機製造の設立により同社へ移管されることになった。その後、満州事変から日中戦争までの6年間の日本経済は軍備拡大による軍事品の急速な需要の拡大があり、富士電機製造は急速な規模拡大と業績の向上が続き、事業の発展への大きな契機となった。第二次世界大戦中、 シーメンスとの提携関係は途切れたが、戦後の1952年に技術提携を復活させ友好関係を維持し、その後の経済環境の変化にも対応し、家電部門からは撤退し、充電機器を中心に経営を発展させながら今日に至っている。1935年に富士電機製造の電話機部門を母体として、富士通信機製造が富士電機から分離。 独立して設立された。富士通信機製造の富士とは古川の頭文字、ふとシーメンスの頭文字、字にちなんだものである。分離、独立の第一の要因は経営上の理由であった。すなわち、通信機関係は製造面や営業面で充電機器とは正確をことにし、シーメンスが当時、強電部門と弱電部門を別会社として経営しており、 独立して経営した方が得策であるとの判断に基づいたのである。特に主要顧客の低信省との良好な関係維持を促進するものであった。そのことは富士通信機製造の発足時に東京低新局から大山岸郎を代表取締役専務として招聘したことからも言える。第二の要因は東京電機との提携による。東京電機は当初電球 真空管を製造していたが、1930年以降に無線通信機器の製造を開始した。しかし、有線通信機には手が回らなかった。一方、富士電機は有線通信機器では地方を築きつつあったが、無線通信機器までは手が回らない状況であった。そこで、当時の東京電機社長、山口喜三郎は、富士電機や小賀財閥各社の幹部と旧地の関係に、 あり、富士電機は有線通信機器、東京電機は無線通信機器に特化して協力し、共同の利益を上げるという趣旨の事業共同経営に関する覚書が締結された。そして、それに基づき両者は、それぞれ新会社を設立して、専業化した事業を行うこととし、富士電機は富士通信機製造を、東京電機は東京電機無線を設立した。 富士通信機製造と東京電機無線の両社は、相互に株式を持ち合い、富士通信機製造には、東京電機社長の山口喜三郎が、東京電機無線には、富士通信機製造社長の吉村万次郎が、それぞれ、取締役に就任した。その後、互いに、有線機器、無線機器の特化に対する縛りを緩和し、契約解消の機運が高まる中で、1939年に、 東京電機が芝浦製作所と合併し、東京芝浦電機が設立され、1943年には東京電機無線が東京芝浦電機に吸収されるに及び、東京芝浦電機の初代社長となった山口喜三郎からの申し入れにより、所有株式を相互に変換して、事業共同契約は解消された。富士通信機製造は、その後、通信機事業をベースとして、 電子計算機に進出し、それと並んで工作機械の自動制御事業を発展させていくことになる。小賀電機工業の前身の一つである横浜電線製造は電線製造業に携わる中で電線被覆用ゴムの他に工業用ゴムの製造も行っていた。1913年頃横浜電線製造の常務取締役として赴任していた中川末吉は 工業用ゴムの将来性を高く評価して、そのために高級ゴム製品の製造を目標とし、外国技術の導入、外国企業との提携の機会を起としていた。一方、東京において営業所を設け自動車用、タイヤチューブ、工業用、ゴム、一般用ゴム製品の輸入、販売を営んでいた、アメリカのグッドリッチは、かねて東洋に製造工場を設置することを模索していた。 そして、小賀財閥が国内におけるゴム製品の市場予測や提携相手先の調査をしていた動向を知ったグッドリッチの東京営業所代表から中川末吉に両社協同による工場設置案を提案してきた。1917年6月、グッドリッチの本社代表が来日し、小賀財閥側と接触、技術はグッドリッチが提供し、経営は 小川川が担当するという基本腰で覚書が調印された。引き続いて1917年10月、新会社横浜ゴム製造が設立された。なお、取締役会長には小川工業の中島熊吉が就任した。設立後、グッドリッチの協力を得て順調な発展経緯をたどっていたが、1923年9月に関東大震災が発生。 平沼工場は完全に崩壊、消失した。その状況は将来の工場再建を絶望させるような壊滅的な状況であった。1924年3月にグッドリッチ副社長、レイモンドが来日し、当初工場再建を断念する意向を表明していたが、平沼工場を訪問した際に、焼け跡の整理、機械の手入れに専念する従業員の真摯な姿にに感動し、 本に、いくつかの厳しい選択肢をめぐって、論争の末、全身的再建方策に合意した。引き続いて、当時の社長、中川末吉の強力な指揮のもと、グッドリッチの横浜ゴム製造再建に関する器具に、対して、日本市場の将来性と、事業継続の有望性を粘り強く説得して、1925年に、グッドリッチと工場の再建計画についての合意が、成立。 工場は多くの努力を伴いながら再建され、その後、満州事変期を経て、経営は発展的な軌道に乗り、現在ではゴム製品業界の最先端で活躍している。1915年、小賀合名工業部副部長の山口喜三郎が、桂川電力の役員と電力を利用した新事業としての相田工業の創業について協議し、これが短所となり、同年に、 小賀合名会社、桂川電力、東京電機の三社出資の特命組合、東京電化工業所が設立され、電解相打ダの工業化試験が開始された。そこでのサラシコ生産に成功し、1917年に東京電化工業所を発展的に解消し、新会社、日電化工業が設立された。この新会社設立の影の功労者は、山口喜三郎で、 それは山口が電気奮闘の技術者でありながら食塩分解の必要性を小賀財閥内で力説し幹部を説得したことによるものである。朝日電化工業の設立の背景は1914年の第一次世界大戦の勃発によりそれまで需要の大部分を輸入に依存していたソーダバイ、火星ソーダの海外からの調達が難しくなり ソーダ工業製品の国内需要が急増したため、当時の最新技術である電解ソーダ法により、ソーダ製品を製造すること目的とするものであった。小賀合明会社は、工業から工業への展開を模索しており、桂川電力は、電力の新規需要先の開拓のため、東京電機は、電気製品事業の新しい展開を図ることを、目途と,とし、三社それぞれの基とが合致して、 公便事業が発足した。発起人は、小賀合名会社理事長、近藤陸三郎、小賀合命工業部副部長、山口喜三郎、桂川電力社長、天宮渡るほか2名、東京電機監査役、長富直造であった。朝日電化工業は、日本の電解ソーダメーカーとして先駆者的地位にあったが、そのため技術、販売、労務管理上、多くの困難に遭遇し、 創業開始後2年にして第一次世界大戦後の強行とアメリカ・イギリス両国からの火星相談の輸入の増大という試練を受け明かじ形状が続き、また、小賀商事の大連事件の発生の影響もあり、会社の閉鎖の議論まで行われたが、経営者と従業員が一丸となって、会社存続を訴え、設備の合理化と高果油、石鹸、合成塩酸製造への多角化などにより、 創業後10年を経て経営の発展基盤が確立された。小賀財閥は早くからアルミニウム送電線の製造に関心を持ち、1919年にイギリスのブリティッシュアルミニウム社とアルミザオの輸入、製造技術供与契約を締結し、1920年には高新アルミニウム線の製造を開始した。1921年、小賀電機工業は日本電力の大阪、 岐阜間の送電線に高新アルミニウム線を供給し、日本での高新アルミニウム線の線弁をつけた。小賀電工はその後もアルミニウム産業に強い関心を持ち続け、アルミニウム精錬の事業化を計画したが、必要とする電源確保の問題が解決できないでいた。ちょうどその時、東京電灯は精錬用電力を開発し、アルミニウム事業の発展を基としており、 政府のアルミニウム増産要請もあって、両者の合意は成立し、1939年に日本系金属が設立された。設立時の株主総数は16,860人、1000株以上、保有の株主は125人、発起人の両者以外に大株主がなく、最初から大衆株主の会社であったという特徴がある。日本系金属は、 1942年以降、1945年の第二次世界大戦終戦までアルミニウムに関して日本一の生産量を上げたが、戦争末期には原材料の防気サイトの確保ができず、創業停止となった。戦後、1948年には防気サイトの輸入が再開され創業を再開し、1950年の朝鮮動乱の勃発により生産は、 飛躍的に増大し、引き続いて1954年から1957年にかけての人務景気の期間に経営発展の基盤を築いた。その後、1970年代の2度にわたる石油危機の発生により、同業各社がアルミニウム製錬から撤退していったが、日本系金属のみは現在においてもアルミニウム製錬から加工に至る。 日本唯一のアルミニウム総合一貫メーカーとして活躍している。日本ゼオンは財閥解体後の1950年に設立されたため、コ賀グループのページで記述する帝国生命保険は1887年に創業し、コ賀財閥との関わり合いは1910年に帝国生命保険取締役、賀直春のアステンでコ賀工業会社が 株式所有したのがきっかけであった。その後、帝国生命保険を、小賀財閥の唯一の生命保険会社にするために、株式保有を増加させながら、1918年に、小賀合名社員の木村長七を、監査役として送り込み、1920年には、小賀合名総理事の井上康二を、取締役に就任させた。さらに1924年には、井上康二が、 帝国生命保険社長に就任し、その後、同社株式を市場から買い入れ1927年に同社株式の過半数を取得、帝国生命保険を傍険企業に加えた、同社の経営権を取得したことにより、1927年の金融強行に際し古川銀行の小賀公明への貸付金の一部肩代わりをするなど、小賀財閥の金融に、 大きな貢献を果たした。以降、小賀財閥側から役員の派遣を続け、第二次世界大戦後の財閥解体に至るまで、同社の経営を担当した。戦後の1947年、新しく朝日生命保険として、相互会社形態で発足し、相互会社となったため小賀グループからの資本関係はなくなったが、歴史的つながりから、同社は小賀三随会の理事会社として、 小賀グループ各社と協力関係を維持している。ホームページの小賀銀行の破綻、第一銀行と小賀グループとの関係の項を参照。小賀工業において、電気運動事業の創始以来、同化工業を中心に、工業部門の発展を推進した山口喜三郎は、小賀電機工業の設立とともに、小賀工業の常務取締役を辞任し、小賀電工の専務取締役として、 それまでの新しい事業展開方針の実現に向けて動き出そうとしていた。しかし、大連事件による小賀合名会社の経営方針の消極化と第一次世界大戦後の強行の深刻化は山口喜三郎に活躍の場を与えることをしなかった。小賀合名会社は景気交代に伴い山口喜三郎専務の積極的経営方針を批判する意見が強まり、 1921年に中川末吉が専務取締役に就任し、山口喜三郎は平らの取締役に降格させられた。一方、山口喜三郎はすでに1918年に東京電機の取締役に就任していたが、1921年に東京電機の副社長に就任し、引き続いて1927年には東京電機の社長になり、また、 1937年には、芝浦製作所の会長にも就任した。さらに、東京電機と芝浦製作所の両社が合併して、東京芝浦電機が設立され、同社の初代社長に就任した。この少し前の1935年に、山口喜三郎は、東京電機の社長として、富士電機製造と通信機器に関する、事業共同経営に関する覚書を締結し、 富士通信機製造の設立に関わるなど、日本の電気エレクトロニクス産業の中で、目覚ましい活躍をしている。このように、山口紀三郎や、戦術の崎山と太郎という、元小賀合命会社の優れた人材が、小賀財閥の外に出て、小賀財閥と競合する企業のリーダーとして、活躍していることは、小賀商事の破綻以降における、小賀財閥の経営が著しく消極化したことと、 関係があると言える。しかし、その後、満州事変の勃発を契機に、小賀財閥は、主政一方から脱却指導関連事業、その下流加工産業を主軸として事業は、拡大に転じ、小賀工業、小賀電工を中心に、中川末吉という、優れたリーダーの下で、小賀財閥の企業間の協力関係を深めながら、産業を中心とした財閥としての地位を固めていった。 現在の小賀グループは、小賀山随会と呼ばれ、戦前と同様に、金属、電気、化学工業を中心とした企業で形成されている。現在の小賀山随会理事会社、会員会社、準会員会社。太地は、理事会社を示す古川よりの長男、古川淳之助は、元、小賀電気工業社長、次男、古川久し淳東京風生まれ、学習院大学卒業は、 小賀林業会長。三男、古川正澄東京府生まれ、学習院大学卒業は、元、小賀産業社長。四男、古川健澄は元、ニフティ社長。五男、古川直澄東京と生まれ、慶應義塾大学卒業は、日本ゼオン社長。古川頼り澄の子息は、すべて小賀グループ各社へ入社し役員となっているが、これは、財閥系企業では、非常に、 珍しいことである。その理由としては、よりすが第二次世界大戦敗戦直後の古賀財閥の大混乱下において、米国ハーバード大学留学時の人脈を活かし、財閥解体や公職追放の影響を最小限に抑えようと奔走、尽力したことが挙げられる。この受順の終戦時の対応が大きな信頼を勝ち得て、戦後も古賀一族は、 コガグループ各社から好意的に受け入れられた。ありがとうございます。